はい、皆さんこんにちは。シェフ秀樹です。今日も、この番組をご覧いただきまして本当にありがとうございます。ですね、今日はちょっとだけ難しい話をしてみようかなと思います。レシピを編み出すという話ですね。で、非常事態の時、災害時の時とかですね、自由に買い物ができないわけですから、今はもうね、こうやって片手の中にレシピが何十万と入ってる時代ですけれど、そういったものの材料を集められないというケースがあります。そういう時は、ないものはいらないという発想がいる。そして、レシピはどんどん変えていける、そういった話をしたいと思います。そもそもですね、今の現代のフランス料理においても、昔のなんとかタルトっていうのを分解してこうしてみましたとかですね、前あった古いレシピを、今風にしたらこうだと思うんですよっていうシェフの解釈が料理になって作品となって、それが売られてるんですね。だから自分はこう思う、まあ、そういうふうに自由に表現しやすいのが料理なし、その瞬間でいろいろ変えられますからね。はい、そこら辺を楽しむ世界が、フランス料理の中でもあると思うんですけれど、ピンチの時にご飯作る、あれがない、これがない時に、じゃあ代わりに醤油の代わりにトマト入れたらどうなるの、トマトがなかったらケチャップ入れたらどうなるの、そういったちょっとした実験心が新しいものを生んでいくという話なんですね。で、まあ、こういうのがいっぱいできる人が多分良いシェフですけれど、あんまり難しくて、とつ日々のご飯をまず作るってことが大事ですから、あまり難しく考えずに、ちょっとこうしたらどうだろうかっていうこと。例えばですね、一つ展開料理っていう僕が勝手に呼んでるものがありますけど、ポトフを作ります。いっぱい作ります。はい、初日ポトフ食べました。次の日、その量を取り出して、3分の1でもいいです。適当なその晩家族で、ご家族で召し上がる量を取り出して、カレーライスのルーを入れ、カレーのルーを入れました。カレーが出来上がります。溶かすだけで。はい、次の日、はい、そこに、シチューのルーを入れます。ホワイトシチュー、僕はホワイトシチュー好きなんですけど、実はね、はい、ホワイトシチューのルーを入れると、はい、シチューが出来ました。で、最後、最終日は醤油とみりんを入れると肉じゃがになりましたっていう風なことができる。ベースを作ってどう展開していくか、それも調味料だけで味が変わってて、雰囲気が変わってだけで食べやすくなるし、気分も変わっていく。こういったものってすごく大事なことになるし、手間は変わらない。そういったものがコツとして、今日はお教えしたいなと。一つのものをベースを作ることで、いかようにも展開できる。例えば、これ肉じゃが、ね、最後にご紹介しましたけど、肉じゃがというのは東郷平八郎というですね、はい、日本海海戦大活躍した司令官がイギリスに留学した時にビーフシチュー食べて、うめえなと思った。で、帰ってきて日本の軍人でビーフシチュー食いてと部下に命令して、でもビーフシチュー俺知らねえしと思ったコックさんが話だけ聞いて考えて、あ、こんなもんかなって作ったのが肉じゃがという話が有名です。しかしですね、実はこれね、これを話そうと思ってね、裏付け取ろうと思って今回調べたら、これは都市伝説ということが分かりまして、すごいショックでした。でも言ってることはそういうことなんですね。聞いてこんなもんかなって作ってたものが生き残ってるわけじゃないですかっていう話をしたかったんですけど、残念ながらこれは例え話としては素敵なんですけど、史実ではなかったと分かって結構秀樹ショックでございました。もともともうね、東郷平八郎さんが、留学した後ぐらいにはもうすでにもう日本海軍にはシチューの作り方っていうのが知ってたらしくて、今更シチューも知らないコックさんはいなかったらしいし、これはなんか1990年代にご当地グルメが流行って肉じゃがの発祥はここだって宣伝するために作られた話らしくですね、結構がっくりきました。すごい残念でございますが、すごいいい、分かりやすいいい話だと思ったんでね、はい、結構僕書いた本にも使ってたんですけど、それは違うんだと分かってすごいショックです。でもそういったことですよね。まあ、イメージを聞いて再現していく。まあ、こういうのもですね、動画で、フィッシャーズっていう子供の好きな番組で、何も料理できない。料理、不得意の人が、メニューだけ聞いて料理作ってて、全然違うもの作って、まずい、うまいやってやってるところがあるんですけど、そんな風に、とりあえず、あるものをどうやって調理して、まあ、美味しくなくしちゃダメですけど、美味しくしてれば何でも OK というところもあります。はい。そういったところで、でも、それを楽しんでいく。こんなになっちゃったようが、美味しかった。楽しかったり笑いが出たとしたら心が温まるじゃないですか。非常時のご飯っていうのは美味しいことも本当に大事ですけど、楽しいこと、ほかほかすること、心がね温まること、誰かの存在を感じられることが実は一番大事だと思うんですね。はい、気持ちが折れた時全て終わっちゃうんですよ。はい、だから気持ちを
つなぐために、食事を作る人というのはすごくすごくいつもよりももっともっと高く任務もう役割というものはとても大事だし重要だしまた本当尊重されて叱るべきだと思います。そんな感じですね。まあそういうのは結構料理人は得意なんですけどね、うん、ある材料で何を作るか、うん、っていうのは、まあ、しょっちゅうですからね、はい、まかないなんかそんなもんですから日々展開していく残ったものをどう変えていく、はい、多分あれを卵とちにしたらこうだあとそうだ、やっぱ僕がねさすがだなと思ったのは本当入って本当ペーペーって何にも料理できなくておにぎりを握り方を教わってたぐらいの時に余ったパスタをその場でさーっと、ホワイトソースベシャメルソースってですねフランス料理でそれを作ってかけてグラタンにしてチーズ振ってバッと出して焼いてはいまかないで出した先輩はすげえなと当時のね下っ端秀樹は思ったんですね。はい、今そんな話のように本当に具合で残ってるまでいくらでも美味しくできるそういう工夫そういったものを、今からこのまだ平穏な時代の時に日々少し考えていると何かあった時にすごく役に立つよってお話でございました。人間の頭使うためにあるし人間の頭は素晴らしいそして毎日やってる人の経験値というのは素晴らしいだからきっとあなたのこの経験がそのピンチの時に絶対に役立つそう信じて今日の毎日おいしいご飯を作りましょう一緒に。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。今日何もないけどボナペティ。